今後年間110万円の生前贈与非課税枠が廃止になるかもしれません。ということで今回はですね、今話題になっている生前贈与の非課税枠の廃止、こちらについて解説していきたいと思います。まあ、今までね、年間110万円までであれば、生前贈与という形で、生きている間に、親が生きている間に子供に贈与、お金を贈与したとしても、課税されない、税金が取られないという、こういったね、結構多くの方が、利用されているんじゃないかなというふうに思うんですが、そういった生前贈与という仕組みがありました。ありましたというかね、今もありますが、この年間110万円の生前贈与の非課税枠がなくなるかもしれないというふうに言われています。というのも、昨年の12月、自民公明両党による税制調査会において、令和3年度、税制改正の大綱というものが発表されました。こちら、結構長くなるんで、端的に内容をまとめてしまうと、相続税と贈与税を一体化して、贈与税を実質的に廃止しようという、そういった可能性が出てきたということですね。つまりね、今までは生きている間に、贈与税という形で、お金をね、110万円以上払った、渡した場合ね、子供とかに110万円以上のお金を渡した場合は、贈与税がかかり、そして相続税っていうのは、自分が亡くなった時に、親から子へ、何かしらね、お金であったり、家であったりっていうのを相続した時にかかる税金っていうものだったんですけれども、これらを、一本化してですね、その上で、相続税一本にするという形ですね。そうすることによって、贈与税が実質的に廃止されるという可能性が出てきたということですね。で、生前贈与っていうのは一体何かというとですね、自分が、先ほど言った通りね、自分自身が生きているうちに子供や孫にね、お金とかっていうのを贈与する方法となっています。現金であっても年間110万円までは非課税ということであったり、こちらの110万円に関しては、使途は自由なんですけれども、別にね、それとは別に教育資金、孫の教育資金として、1500万円までなら非課税などをね、こういった形でお金を渡すことによって、優遇されると。要するに、税金を払わずに相続ができるということで、利用者も多かったんじゃないかなというふうに思います。しかし、今後この贈与をすべて相続とみなして、相続税の対象にするという可能性が出てきているわけですね。ただこの贈与のすべてをっていうのはこの、贈与税の方の贈与ということですね。こちらはですね、まだ確定ではないんですが、甘利明さんというね、今回のこの税制改正の調査会長を甘利明さんがされているみたいなんですけれども、その甘利明さんの発言によると、この教育だったり、結婚、子育て、こういったところの資金に関しては、今ね、日本が直面している少子化社会っていうのを、改善するためにも必要ないんじゃないかということで、ここら辺の資金に関しては、この生前贈与とは別で、非課税の枠をそのまま残すという可能性もあると。これもね、一個人とはいえ、責任のある方の発言なんで、可能性は高いとは思うんですけれども、確定ではないですが、この教育、結婚、子育ての資金に関しては、非課税枠が残る可能性もあるということで、それ以外の贈与ですね、いわゆる年間110万円までの贈与、こういったね、使途自由なものの贈与に関しては、すべて相続とみなして、相続税の対象にする可能性があるということですね。で、これがね、2022年1月からの通常国会などで、相続税、贈与税の一体化、先ほど言った相続税と贈与税を一本化しましょうという、この一体化が進んでしまうと、2022年、来年から、再来年、2023年にかけて、贈与税の廃止っていうのが、税制改正として、実際に実行される可能性っていうのがあるというふうに思われているわけですね。で、このね、贈与税の、改正、っていうのがどのような具体的にはどのような変更になるのかというところなんですけれども、これもね、確定した内容ではないんですけれども、こういった感じになるんじゃないかというふうに言われているものがありまして、現状はですね、相続発生前の3年以内の贈与っていうのは相続扱いになるという、そういった取り決めがあるんですね。つまり、3年以内に、贈与を受けて3年以内に、親がね、亡くなったっていう場合はですね、それはもう贈与じゃなくて相続なんじゃないかということで、そこまでに贈与したものに関しては、相続という形で
課税対象になるというものだったんですけれども、まあ、これをですね、海外とかね、まあ、ヨーロッパの方とかでは結構これメジャーなやり方らしいんですけれども、今後は10年もしくは15年などに、拡大すると。つまり、まあ、親のね生前、まあ、死の前の、亡くなる前の10年から15年の間に、まあ、受けた贈与っていうのは、まあ、相続扱いになるということで、まあ、現状ね、まあ、平均寿命というのが82歳、男性で82歳、女性で87歳なんていうふうに言われているんで、まあ、10年ということになると、まあ、親がね、70代とかのうちに、まあ、贈与を受けたものに関して、まあ、それ以降に関しては、まあ、こういったね、相続税が発生してくる可能性があるということで、まあ、このね、まあ、10年、15年っていう感じで、なってくると、まあ、例えばね、この間にずっと110万円、相続、まあ、贈与を受けていた場合、10年だと、1100万円ですからね。まあ、もちろんね、その方の資産額、まあ、その残されたね、遺産の額にもよるとは思うんですけど、この1100万円に税金がかかってくるっていうと、まあ、なかなかな金額になる可能性もあるということで、まあ、そうなった時にね、まあ、なかなか大変だなとは思うんですけれども、それまで、まあ、もらっていたというふうに思って、ていたものが、まあ、結構後で、まあ、税金相続税を、まあ、請求されるという可能性もあるということですね。という感じで、まあ、こういったね10年もしくは15年などにこの、生前贈与の相続扱いになる、期間というのが延長されるという方法、もしくは、まあ、そもそもね、まあ、贈与税などっていうのをこの歴年課税というふうに言うんですけれども、贈与税ですね、まあ、要するに、毎年ね歴年という感じで1年ごとに課税されるということで、まあ、毎年毎年渡していくことによってそれに課税がかかってくるというこの歴年課税自体が廃止されるという可能性もあるということですね。まあ、そうなってくるとまさにもう贈与税自体、まあ、贈与税というかね、贈与税の110万円の非課税枠自体がなくなるという感じで、まあ、そもそも、お金を贈与したという場合は、まあ、税金が相続税がかかってくるという形になるわけですね。まあ、ただしですね、こういった税制改正が入る前に、まあ、贈与したものっていうのに関しては、例えば10年とか15年とかに拡大する、まあ、このね、相続扱いになる、まあ、期間っていうのが10年から15年に拡大するであったり、まあ、そもそも歴年課税自体が廃止されるっていうふうになったとしても、まあ、そのままね、非課税のままっていう可能性が大きいので、まあ、もしね、そういったね、まあ、そういった贈与っていうのをまあ、ご検討中の方はまさにね今がチャンスという感じなのかもしれませんね。まあ、こういった感じでですね、まあ、生前贈与に関して大きな変更が行われる可能性があるということでご紹介してきたんですが、今回の動画の内容を、まあ、最後にまとめていきたいと思うんですが、まあ、今後ね生前贈与などの非課税枠っていうのが廃止される、もしくはまあ相続税とみなされるその期間っていうのが延長される可能性っていうのがあるということですね。一方で、まあ、税制が変わるまでに贈与したものに関しては遡っての課税っていうのはないというふうに思われているので、まあ、早め早めに、まあ、今年来年中ぐらいですかねに対応する必要があるということで、まあ、110万円の、ね、非課税枠っていうのもまあそれなりに大きいですけれども、まあ、もしね、万が一先ほど言った、このね教育資金だったり結婚子育て資金に関する、贈与税っていうのは、まあ、非課税制度このまま残る可能性があると言いましたが、まあ、もしかしたらねこれがなくなる可能性っていうのもありますので、まあ、こういった教育資金だったり結婚子育て資金に関して、まあ、贈与する予定があるという方は、まあね念のため早めのね対応をした方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、一方でね、まあ一応先ほども言った続きとなりますが、教育資金結婚子育て資金に関しては、まあ、甘利明さん、まあ、税制調査会長でしたかねが、まあ、非課税制度についてはそのまま残す、まあ、今後のね日本の子育てであったり少子化対策であったりというところに対して非常に重要な役割を、持つものなので、まあ、個人的にはそのまま残したいと思っているという感じでインタビューをしていましたので、こちらに関しては、まあ、残る可能性が、まあ、高いんじゃないかなと個人的には思っています。とはいえねこれもなくなる可能性がゼロではないので、早め早めの対応が必要かなというふうに思います。ということで、まあね、今後生前贈与が廃止の衝撃ということで、まあ、贈与税が、まあ、その非課税枠がなくなるという話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、これ年間ね110万円の非課税枠っていうと、まあ、ものすごくね大きな金額渡せないじゃないかっていうふうに思うかもしれませんが、これ実はですね一人に対して生前贈与が110万円以下であれば OK ということなので、例えばお子さんが3人いらっしゃった場合、まあ、年間それだけでね330万円ぐらいが生前贈与で非課税のままお渡しすることができるということになるので、まあ、そういったところをですね、まあ、今年とかでもね活用しておくと、
まあ、税金で減らされることなく、まあ、お子様にね、相続することができるという感じになりますので、まあ、こういったところに関してはね、まあやはり、まあ、少しでもね減らさずお金を残してあげたいというのは親心だと思いますので、まあ、早いうちに対応していくのがいいかなと思います。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。